お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM2024 スポーツカードセット、オシベス、名前がちょっとね間違ってるかもしれませんね。この時はご了承ください。すべてのアスリートにありがとうでございます。こちらはですね、引退した選手でございます。プロ野球カードに限らず、サッカー選手やね、いろんな、プロスポーツ選手が、引退されたカードが、載ってます。もちろんね、直筆サインカードも、揃ってるかもしれません。それではね、早速開けていきたいと思います。はい、それではね、紹介したいと思います。で、元ヤクルトの、正田いつき、投手でございます。元ね、こちら写真はヤクルト時代でございます。内川誠一選手でございます。内野手でございます。で、写真の方は、ジャイアンツのね、写真カードでございます。松田、これは信弘、選手でございます。で、オリックスの、松井弘俊投手でございます。日本ハムにもね、在籍しておりました。で、中日の谷本圭介投手でございます。こちらも日本ハムに在籍したことがございます。同じく中日の、大野翔太捕手でございます。こちらもね、元日本ハムでございます。で、巨人ですね、山口俊投手でございます。で、ヤクルトですね、荒木貴博内野手でございます。で、楽天の銀次内野手でございます。で、中日の福田信正内野手でございます。で、楽天の塩見貴博投手でございます。で、日本ハムの木村文和、これは、外野手でございます。で、中日の堂上直道内野手でございます。で、巨人の高木恭介投手でございます。で、広島の一岡隆二投手でございます。で、日本ハムのこれ八地陽太内野手でございます。で、楽天の石橋亮太投手でございます。ロッテの三木亮内野手でございます。で、ロッテの江村直也捕手でございます。で、ヤクルトの、大下優真投手でございます。で、楽天の横尾俊武内野、ごめんなさい、横尾俊武内野手でございます。日本ハムにもね、在籍したことがございます。で、広島の三好匠内野手でございます。で、オリックスの、竹安大地投手でございます。で、ヤクルトの奥村幸、ごめんなさい、奥村、信行内野手でございます。で、ソフトバンクの高橋純平投手でございます。で、オリックスの渡辺大輝外野手でございます。で、ヤクルトの杉山浩樹投手でございます。で、阪神の望月敦史投手でございます。で、サッカーですね、高原直弘選手でございます。フォワードでございました。で、なでしこからですね、なでしこジャパン、岩渕真奈選手でございます。で、フォワードでございます。で、バスケットからですね、西岡里沙選手でございます。で、次にですね、陸上競技から中村明彦選手でございます。で、水泳からですね、ごめんなさい、競泳ですね、五十嵐千尋選手でございます。で、寺内健飛び込みの選手でございます。で、最後はですね、このアーティック
ジックスイミングの乾友紀子選手でございます。はい、でございます。でお待ちかねの、カードね、2枚紹介したいと思いますが、今ちょっとですね、もう一つの方がちょっと取りにくい状況でございますので、ちょっとお待ちください。はい、で取りました。でまずはですね、銀次選手でございます。楽天の銀次選手ですね。こちらはね、シールが入っておりません。で直筆サインカードは、オリックスの渡辺大輝選手でございます。でこちらがですね、81シリでございます。はい、でちなみにあのスポーツカードのセットのね、裏面はですね、こうなっております。ちょっとね、横で申し訳ございませんが、あ、こうやってこうやったら分かりますかね。こうちょっとごめんなさいね。で、あの、こういう風になっております。わかりますよかね。こういう風になっております。はい、ね、ちょっと時間をね、重ねてしまって申し訳ございません。はい、またね、お金がありましたらこういったカードをやりたいと思います。で、3月下旬あたりからね、またね、新作が出ると思います。またね、お金がありましたらこういった開封動画やっていきますので、よろしくお願いします。なおですね、サブチャンネルでは料理チャンネルで、夕飯動画やレトルトカレー、カップラーメン、カップ焼きそば、冷凍食品などを、上げております。毎週水曜日にやっておりますので、よろしくお願いします。なおですね、夕飯動画は、基本、毎日やってますので、よろしくお願いします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。